You.
教師始めまして、セーラーの地元に帰ってまいりました。ラスト行くぞ、ハートに火をつけに来たぞ、行くぞ、揺らせ揺らせ。Come on, come on.
今のところ一番じゃないですか。いいな、アリのファンいいな。いいな。はい、アリです。帰ってまいりました。神戸。よかったね。最初のあのねツアーではなかなか行けるかわからないけど、ちょっとダメ元で行ってみようよ。普通。いいですよ、つって。そうですよ、チキンジョージ様様ですよ、はい、ありがとうございます、チキンジョージ。めちゃくちゃかっこよくない？俺たち含め今日みんな知ってましたね、やっぱもう1980年からあるんですか。そうですよ、めちゃくちゃ老舗。あの、出てたんですよね。僕は今日のステージは10年ぶりぐらいに。10年？高校の時に無理言ってここで企画して、おで本当はもう友達だけのライブして幸せだね。それぶりですよ、はあ、帰ってきました。うぇい、嬉しいね、嬉しい嬉しい。え、アリのツアー今日が初めてですって人。はい、ま、あんま、そ、まあ半分はだから大体知ってるとだね。でいつもね恒例の話とかあったんですけど、今日セザー君バージョンでやってみようかなと思って。ちょっと、ちょっとこれ僕があれよ、ちょっとやってみて。はい、これかっこいいでしょ。まあ、かっこいいね。これかっこいいです。めっちゃかっこいい。これどう見てもかっこいいと思う。誰が作ったんだかわかんないから、本当めっちゃかっこいい。これうまくできたんですよ。でね、最初は、今治タオル、これの3倍、2倍、3倍ぐらいある大きさ。持ってる人いるかな、でかいやつ。あ、いるいるいる。めちゃくちゃ疲れるよな。重いよな。重いよな。これちゃんとしたタオルすぎて、うん、重いっていうクレームが入って、うん、マスカーね。うん、マスカーね。で、物販でそういう話聞いて、じゃあマフラータオルっていうのがあるから、それ作ってみようってなって、ね、作ったんですよ。はい。で、デザイン、これでシンプルに。めちゃくちゃかっこいいよね。スローガンだけっていうね。はいはい。普通はサッカーのやつなんで紋章とかが入ってるんですよね。こういうとこにロゴが入ってもまあありがちなやつです。うん。そこけど一番。で、ね、でこれが届いて、最初はでも業者の人に結構確認されたんですよね。はい。業者のおじさんが、いやこれデータこれ本当 これでいいんですか。バカじゃないですかぐらいの感じで来ました。多分シンプルすぎてかなみたいな。そうそうそう、紋章入ってないからちょっと勘ぐったんですけど、うん、いやもうこれで本当にいいんですっていうラリーを4回ぐらいやって、うん、やりました。でそれで届いたら、はい、
こうかけて鏡見たんですよ、うん、かっこいいな。そしたらこのリブのね向き、うん、逆なんですよいいですね。これのことかと業者のそうですおじさんが、うん、しつこく聞いてたのは。正しい位置はそこじゃないんです。これが逆向きだったらかけた時に、うん、エイリアン・リバティ・インターナショナルが読める向きになるんですけど、はい、そう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 、そこでミスったタオルなんですけど1000枚作っちゃって、1000枚作ったあと今もう970枚売った。だから今日今日で多分もうなくなるタオルなんですけど、うん、これをねいろんなとこ行って今後アリが大きくなっていくと、うん、はい、まあ、だんだん顔の見えないような会場になってくるかもしれない。よく話聞いてたね、はい、いつもせいぜいあれなんですよ、ツアー中古聞いてるみたいな。いや16カ所目なんで、ね、嬉しいよ、嬉しい嬉しい。でそうなった時に隣の人のタオル見てみてください。これは次からは正しい向きで作るんですけど、はい、この最初の1000人のお客さんは、うん、この向きなんですこの向きなんです。この向きのお客さんは子さんなんです。子さんなんです。子さんファンありがとうございます。はい、あれなんですよ。だから今回はあのシンプルに追加公演も俺 の、 あの先祖さんがいるところ、セザーの地元、そこで終わりたいねってなって、まあ今回ビバラムジカってアルバムが結構本当にシンプルに好きなこととかカバーの曲を入れたりとかフィーチャリングなしで作ったんですけど、こっからこのツアーに来てくれた人たちのことを本当にファンって呼んでもいいよねってよく話してたんです。いいよね。今まではなんかこうちょっと流行のなんかお客さんっていうか通りがかりのちょっとこういいよかった今の場所だと思ってたんですけど、今回本当に初めてフェスこんな出させてもらって本当に音楽が好きなんだなっていうことを理解したっていうか、お客さんのみんなの顔を見てね。で俺たちもそのエネルギーで今回は作ったんで、このツアーに来てくれる人っていうのは本当につながっていける人なんじゃないかなと思ってツアーをやらせてもらい、自分勝手にやったよな、最後神戸がいいとかさ、そうそうそう、水尾城いいですかとかして、水尾城も譲んなかったですね、ここでやりたいですっていうのを本当いろんなスタッフとかいろんな人にわがまま言いながらようやく立てて、でこの先あと僕は3、4年で武道館に行きたいんですよ。行きたいで、僕は来年あ、もう行っていいのかな、謎の海賊旗、あ、いや別にね、なんかそのワンピースとかじゃないんだよけどちょっとライブとかもエンタメしないと思って、来年台湾ツアーがあるんです。でそれが来年は俺たちその3月に15、16、19、うん、大阪、名古屋、東京で神戸にもちょっと呼んでくれてる人いるんで、違うかもしれないけど来年はまた来れるかもしれないんで、どうかみんな来てほしいのと、来年は秋からずっとインスタライブとかでも言ってるんですけど、勝手に車1台でアコースティックでバーなりなんなりみんなの顔をね見れるところで、武道館に行く前に一生持っていけるような思い出と思って47カ所回りたいって言ったんですけど、本当にそれ大丈夫なのかって最近言われ始めてOK って言ったじゃないですかって言ってるんだけど、なんとか来たいと思ってるんで、まあ秋も絶対来るんで、神戸2発ぐらいやりたいぐらいに思ってるんで、これからも一緒に遊んでほしいのと、だからそうなるとアコースティックで来ちゃうんで、フル編成でまた自分たち名義で企画してライブやるっていうのはもしかしたらその3月が最後かもしれないんで、いろんな形を、いろんな表情、いろんな形を持ってるアリですけど、どうか一緒に付き合ってください、よろしく。なんでね、今日まだ連れてこられただけなんで、ファンとかじゃないですっていう人はちゃんとライブが終わるまでに確実に俺がファンにするんで、皆さん勝負だぜ俺とお前ので、俺たちいろいろソロとかねいろいろやるんですけど、みんなでぜひ
参加して、一緒に最高の空間を作ってほしくて、なんか、今日はぎゅうぎゅうに入ってるんで当たるとかあっても、愛と尊敬を持ってみんなで楽しく行って、で、ぶつかっちゃったりしたら後で、すいません。セザーとルフィだったらどっちですかって聞いたりして、そこに俺は混ぜないでください、傷つくんで選ばれなかったらまあそうやってみんなで楽しんで参加して最高の空間にしてほしいなと思うんで、ぜひなんか危ない人いたら、危ないやつが体力危ねえと思ったらみんなで助け合って最高の空間にしましょう。本当だったらこのままメンバー紹介するんだけど、最後だから今話題の、今日はちょっと俺あんま歌いたくないな分かってくれます、その話のネタ。ツアーの思い出とかあります？一番ツアーの思い出、うん、あのね、うん、これちょっと受けるか分かんないですけど、受けなくていいな、俺たち誰もあれだと思って、ね、全部受け止めてくれる。僕だけが感じてて、はい、そのずっと言いたいなって思ってたこと。初出し？そう、初出しちょっと怖いけど聞こうかな。ツアー16カ所ありました、はい、最後にね、うん、まあ、こうみんなでこう前に出て、はい、こうやって、まあ、やるんですよ、はい、ミュージカルみたいな、ね、ありがとうっていう気持ちを伝えるやつ、はいはい、であそこで、うん、こう前に出て手つなぐんですけど、うん、やっぱレオさんは女たらしだなって。何？なんで？俺の話？だからね、うん、その状況で手つなぐ時の相場はこう、うん、こうですよね。あ、そうなの？もうびしょびしょですよ俺たち。そう、うん、でまあボボさんとかとはこれでつなぐ、うん、はいはい、レオさんだけはこうやってつなぐこうだろう。いやいや、これはこうだろう。恋人つなぎだけそんな安く出すもんじゃないだから僕はもうこの感じでいったら、うん、シュッてされる毎回ちょっとドキッてしじゃあ今日みんなに見せながらやるんだよすごいやろうぜ。これが僕はツアーでずっと思ってたこと。あ、ツアーの思い出面白いね、面白いよ、いいね。やっぱ、いや、もう本番始まる前に今日はセザーが回してくれっつって、さっきのやつも何の打ち合わせもなく、いいね。あ、よかった、うん、ルフィさんの思い出あります？ちょっと考えておいて、考えておいて。本当は今日は吉尾が来るはずだったんですけど、どうしてもちょっといろんなことがあって来れなくなっちゃって、それでもホーンズ2人来てくれました。本当に思い出あります？なんか一番面白かったなとか。急に振ってごめんね、うん、思い出ですか？うん、ツアー周辺の話でもいいですか？いいよいいよ。僕の個人的な話でもいいですか？いいよ。やかの声初めて聞いたんだよ多分全員が。意外に可愛い声してるんだよ。あんまり喋んないですからね、うん。僕の思い出は、うん、なんだっけな、大阪での対バンイベントの時、大阪の対バン、はい、アリで飲もうってなったんですよ。ああ、やりました。ツアーじゃないんだ、この話は。そうです、飲もうってなったんですよ、はい、でツアー中も結構忙しくて飲めなかった。はいはいはい。僕嬉しくなっちゃって、うん、結構飛ばしてたんですよね。飛ばしましたね。で普段あんまりお酒飲まないのもあって、はい、まあベロベロになり、はい、ハロウィンのあれと一体化してたもんね。はい、そこら辺の若者と一緒になり結構レオさんの、ね、X、ツイッター見てもらって分かると思うんですけど、真面目な話をしてる中爆睡をかますという、うん、かましたね。なおかつ、ホテルに帰った後、うん、トイレの中で、まあ、トイレをしながら爆睡をしてだいぶアッキーとジーにさらされてたもんね。俺たち怒られるっていう、本当部屋入ったら、うん、まあ、やかいねと思って、うん、トイレ行こうとかなって開けたらやかもこのままっていうのが一番の思いです。これからもやってくれる？やります。お願いします。ナディア聞いてみよう。ナディアの思い出あります？私いっぱいあるよ。あ、いいよ、なんかでもね、なかなかいろんな地方に行けないんで、はい、絶対いろんな地方の食べ物と、うん、温泉と、うん、にもうツアーだったけど、私も一人ツアーしてた、うん、一番パーティーしてくれるんですよ本当に嬉しいでしょ。今日一緒にこう来て全部をこうケアしきれるほどの待遇じゃないんだけど、俺たちまだちっちゃくて。けどもナディアも率先して車一緒に乗って各地勝手に調べて、前乗りの日とかに福岡に勝手に一番最後の新幹線にして福岡残って、あ、なんかどっか行ってくるよねいつも。あ、そう、
めっちゃ地方になかなか行けることないし、はい、あと私車ツアーめっちゃ楽しいんで、はい、安心してください。はい、これからもお願いします。みんなに会えて嬉しいです。いいね、今日はセザーもだって地元のやつ呼んでるだろ。いっぱい来てる、うん、後ろの方だ。それでもうセザーモテモテだな今日な。よかったな、僕がいかに愛されてたかがね。よかった、はい、いいね。これからも神戸の皆さん、セザーをよろしくお願いします。メリケンの、メリケンなんだっけあのフェス、メロクルーズも曲名作ったぐらいだもんな。俺たち初めて神戸に、神戸の街をイメージして作ったんですけど、まあ、そういう気持ちで、あ、でも今日聴いたらすごくグッとくんじゃない。そうですよね、なんかサビ僕が作って、エイメロ作った、うん、そう共作の曲になる、ね、神戸と俺の、ね、神戸と俺ですよ、せつやと俺神戸、神戸なんだ。いろいろな縁があって、本当にお母さんの名前がね、サンチャゴで、うちもサンチャゴなんですよ。すごいですよ、すごくない、ね、で、ね、脳にゆかりがあったんですよね、その日本型のおじいちゃんがね、お父さんと脳やってたんですけどね。で、僕の先祖も脳やってて、俺とルーミー北海道で喧嘩したんですけど、殴り合いのけど次の日にはこうなってた、うん、でその翌月赤とあのセーザーが喧嘩したんですけど、本当みんな俺たちもギリギリなんとか今日までも来れましたけど、みんなもよくぞ無事にここに来てくれました、ありがとう。じゃあ愛するメンバー改めて紹介します。トンベダッキー、And Socks Yoga Baby、 今のはどうかな。あのさっき言った通り、本当に全曲本吹きまくるんで、皆さんぜひ心に、俺、まあ、こうやって遊ぼうぜっていろいろ提示するけど、みんなの心に勝手に触れたら、ナディアだろうがギターだろうが彼らだろうが、もう勝手にこう、つって。で、シャイな人はもうどっか心の扉を開けて。で、ぜひよかったら、あの、一緒に作ろうってさっき言ったね、みんなに見せてほしいんですよ、俺たちに。そのリアクションで俺たちはより頑張れるから。だから、ちょっときついなっていう人も、こう、口だけでもいくんだよ。だからちょっと、うん、口もちょっときついっすって言ったら、こう。見逃さないように、俺たちも。で、腹立つなと思ったらぜひブーイングしてください。それを餌に俺たちもっと頑張るんで、ゴールデンホースエージェントです。ツアーの思い出ありますか。はい、どうぞ。ありますね、ありますね、ありますね、マイク使う、マイク、あ、どうぞどうぞ。じゃあ大声です。あれなんだっけ、あそこ、あそこナチュラル。岡山、岡山、大声です、みんなに喋って、お岡山岡山のなんかステージが、あー、はいはい、めっちゃくちゃ、ここステージが低くて、もう9割がこれぐらいですステージがここで、客がここで、目の前だったんだよね、うん、だからもうほんとこういう感じだったの、ライブが。で、ここら辺でもうすごいちっちゃいところ、3列目くらいで終わるところだったんですけど、ほんとにもうだからジャンプするたびにこうで、あそこね、あそこ、たぶん、出て、うん、で、叫んで、たぶん当たってるのかな、うん、口がそれが一番の思い出だった。ルビーでーす。よう頑張りました、よう頑張りました、運転もよく頑張りました、夏と夏と。そしてドラムスババーありがとうございました。各地のうまい飯やと、けど福岡のラーメンの食い方の紅生姜の入れるタイミングだけはまだ根に持ってますけど、来年もいろんなとこ行きましょう。ボボでーす。そしてもう埼玉で満員の中、フラッと喫煙所にお客さんのとこにいた G です
ファイナルだけは絶対に来させてくださいと言ってくれたキーボード J。 思い出ある？大きい声で。うん。いや、僕はその思い出というよりかは、うん、その今回主要都市しか今回来れてない。呼びたいんだよ、本当は。はい、なので、その埼玉見に行った時、うん、めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。初めて見たから客として本当に来てくれたんですよ、黙って俺に。誰も気づ知らないんだけど。で、まあそれやったから、来れて嬉しい。けど47カ所は全部一番最初に OK って言ってくれたからね。一番過酷な、まだどうやって本当にクリアすればいいか分かんないんだけど、ジンは何も言わず終わったみたいな感じで。だから俺と同じが音楽バカやね。そういうの好き。ジンでーす。そしてコーラスアンラップマリオいつもありがとう。そしてギター田中セサ愛一郎。でね、チキンジョージ、そんでいろんな仲間、メリケンバーバーショップって最高にかっこいい床屋が、ほんと、神戸、福岡、東京ってあるんですけど、そいつらがほんと一生懸命宣伝してくれたり、あと、シャックマンって、ワコマリアのオルスタキンとか紹介してくれたり、今日夜もアフターパーティー平日なんですけど、なおぞうの店でやるんで、ぜひ、ほんと、神戸、いろんな人の愛情で俺たち、今日来れたんで、本当にリスペクトっす。本当にありがとう。いやー、一番喋ったね、ツアー中。まあ、最後ですからね。うん。ってことで、あとは楽しむだけなんで、全力で、一瞬で終わっちゃうかもしんないんで、みんなで、ね、楽しんで最高の時間にしましょう。よろしくフロアに変わるぜ、チキンジョージ。You, you, you.
ふらついても未来を指さすから Go your way
Down the street, show me Robbie Midnight, show me true belief.